さて対局をスタートする前に解説者をご紹介いたしましょう。ジャン界のアインシュタインこと山田博之プロと麻雀攻めだるまこと佐々木久人プロです。お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速参りましょう。トッププロスプリント戦予選 B 択スタートです。さあ始まりました。予選 B 択ですね。トン1曲ちいちゃに古川浩二、そしてなんちゃに白鳥翔、そしてシャーちゃに前原雄大、そしてペーちゃに広柴田と、この4人で行われます。1位のみが決勝卓へ通過というルールになっています。さあドラは何ですね。親の古川の手配想像画面つできてますか。そうです、まあ、おマンズもあらいいシャンテンですね。形いいシャンテンですね、まあ、さあどうする。2と3色があります、ね、さあパーワンから行きましたね。さあ白鳥の出会いがこちら。おっとローアンでいきなり白鳥決めましたね。ちゃんたと三色とか見に行ったのか。さあペーチャでね、ペーとチュンがこいつ赤ウビできましたね。さあこれは何切る。おお馬が来てウーワンから行きましたね。さあパースを引いてきた。ここで9ピン。シゴロの3色ですかね、狙いは。狙いは。さあ、で、スーソーいきましたね。で、9ピン、つもぎり。さあ、なんで、おっと、ドラのなんですね。ただ、ウーワン3万からですから、いきなりちょっと捨て目立つ感じがしますね。目立ちますよね。何やってるんだということに。うん、そしておっとペーを泣いていった、ね、さあここでイーワン。さあパーワンはつもぎり。まず開局は積極的に攻めるって感じですか。広島田、ね、普段からそういう打ち手ですか。うーん、まあ、ケースバイケースでしょ。今日はね、うん、一応頭取りですからね。まあまあそうですね、1回戦勝負し、はい、自分ではねインタビューで守備型だから、はい、で言ってましたけどね、はい、まあ、そんなには一泣きしないんじゃないですかね、さあチーピンで3万ちょっと受けました ね、まあ、プレッシャーにはなりますよ ね。マンズ連打ですから、まあ、まだ色は分かんないですけど、ですね、はい、ソーズかピンズかは。さあここでマンズを伸ばしていくのかで、いいそう。さあ、お、いいですね、9ピン引いてきました。さあここでどうする。でウーピン、これでウーピンのピンが入って、はい、うん、ここでシャー色が判明しました。そうですね。そこで3万を切りましたね。シーソーパーソーポンテいるかもしれないです ね。ピンズの仕掛けも入ってるし、うん、なるほど、はい、さあチーピンが重なった。ハクとハツが打てないですもんね。そうですね、この仕掛けに対してですからね。さあ急走、そのおっと嘘、そこれどうしますか。テンパイですね。スーソギリで、スーソギリで、サブローでリーチ打ちますかね。リーチ打ちそうですけどね、一発裏で。さあどうする。あ、パーソー並び替えてなくてテンパイ気づかなかったかもしれないですか。気づかな違いですね、多分かもしれない、はい、さあここでローソー。サブローピンっていうのはね、いい街ですからね、ウーピンポンが入ってるから、うん、あ、そうですね、うん、さあここでリャンピン、リャンピン通しましたね、古川が、そうなんだ、パーピンはつもぎり。これ何は山さんですかね。まあ、誰も持ってないですね。持ってないですもんね、はい、さあここで E1、 何が重なったら大きいですもんね。さあそうですね、ドラさんなんて羽まんまですか。さあここでイーシャンテン、ちゃんた三色のイーシャンテン。さあここで嘘、
まだ難が山にいますね。さあどうだ、これリャンソー難が来ましたね。ただもうスーピー打たないかもしれないですからね。あ、なるほど、うん、もうちょっと疲労に対してピンズは打ちづら い,、うん、づらい、もう余ってますもんね、あ、さあこれどうする。あ、難を切ってイースピンに受けた。打点はマンガール、上がりやすいマンガールか、スーピン切るとちゃんとか、あ、ちゃんとつかないですね、だから跳ねマンガール、跳ねマンガール、はい、さあここで C1、 このイースピンがなかなかこれですね、これさすがにピンズはもう打てない、うん、おっと、何かさがって、こうなるとちょっと白鳥も行きたいですよね。なりましたけど、何打たれた後ですもんね。100% テンパイですもんね。とりあえずチースは打つんですかね。もう抜くか。あ、抜きましたね。あ、前原のいいピンがヒロの上がりになる。ヤクヤク本一ドラ。8000点の上がり。随分前がかりに打ちましたね。そうですね、青までありましたからね。結構攻めにいった、うん、さあトン2局ですね。親は白鳥、やっぱねトップ取りなんでね、ある程度攻めようと思ったのか、うん、ただ今のはね高いのがある程度見えたし、はい、自分の受けてピンズのターツあったじゃないですか、3ピン数ピン、はいはい、きついはきついんですよね。ああそうですね、ウーピンポンされてたんで ね、うん、もうね2ピンの2枚切れてたし、さあドラは白、親の白鳥の手配、おっとウーワンがアンコ、赤が入って9ワンから、おっとチュンが重なった。こういう場合チュンが今表示牌じゃないですか、これはやっぱ1枚目から泣いてくんですか。ただね両面ターツ結構豊富にあるんですよ、はい、なのでどうしても泣かなければいけないっていうわけでもない、そうでもないですね。さあ仕掛けが古川に仕掛けが、追いついきましたね、ペイチャヤクヤクですか、ええ、なんだ、ヒューピンが重なった方だとチューンはなかなかしょうがないかなって感じもしますけどね、今の段階で出たら、はい、まあ古川もね仕掛けがね入ってますからね、おいいですね、ちょっとイシャンテン早いな、うん、まあ、さあローソー重なった、いやでいいピン、急走はつもぎり、さあおっとトンが重なってどうする、ここで嘘、下茶の色もまだわからないですからね。そうですね、うん、この嘘で、ちょっと試してみたって感じですか、そんなおしゃれな音するんですか、試して泣くのか泣かないのかと。そうそうそう、さあなんだ嘘、嘘が今ねボロボロと2枚切れましたが、で9ピン、中盤も残しましたね。チャンタですか、チャンタを見てなのか、さあこうあのフルカウンって早く何でも泣きますか、何でも泣きますね、何でも泣きますね、何でも泣くでしょうね、はい、イースピン、サブローピン、サブローピン、パーピン、あ、これで、これでイース